はい、今回はですね、ちょっとね、ハードディスクをちょっと新たに買ったんで、ちょっとそれのね、開封をしていきたいと思います。まあ、さっき届いたばっかりなんですけどね、まあ、ちょっと開封して使っていかないと、まあ、結局ね、買ったままそのままということがよくあるので、ちょっともう早速開けていきましょう。はい。ナイフでね、ちょっと切って。はい。ちょっと紙が入ってるから、それどけます。はい、こういう感じですね。この鑑賞の紙が入ってるんで、ちょっとどけると。はい、こういう感じでね、ハードディスク2台、シーゲートのハードディスクですね、シーゲートのバラクーダですかね、ハードディスクドライブ、まあ、これ2つですね。ちょっと画面が狭くて申し訳ないですけど、2台、バラクーダを買いました。まあ、3.5 インチのハードディスクで、容量はね、3テラバイトですね。まあ、特にあれか。まあ、ラインナップはこう書いてありますね。まあ、500から、まあ、4テラまであるみたいですね。シリアル ATA の6ギガで、まあ、厚さもなんか容量に言うとちょっと違うみたいですけどね。まあ、容量少ないのはちょっと、薄いのも最近はありますから。そんなとこかな。まあ、後ろはね、もう箱は共通だと思うんで、シーゲートのバラクーダで、まあ、あとはもうなんか保証が2年ありますよとか、そういうようなこと書いてありますね。箱は共通なんでね、特別なことはないですけど、まあ、製品2年保証です。まあ、修理はできないんで、まあ、交換になるんでしょうけどね。だからデータがなくなってしまうと、まあ、どうしようもないですけど。で、中身はまあこう箱があって、まあ、こういう感じですね。ちょっと、なんて言いますかね。まあ、大きめのプチプチですね。こういうのに一応くるまれてますね。まあ、どういう梱包で来るのかっていうのがね、ちょっと心配だったんですけど、まあ、よくね、昔、今もあるんでしょうけど、ハードディスクを入れる、こう、なんて言うんですかね、透明のプラスチックのケースみたいなものに、まあ、この箱の中にね、まあ、そういうプラスチックのケースがあって、まあ、そういうとこに入ってた記憶があるんですけど、まあ、この場合はこういう厚めのプチプチですね。プチプチの中に、ハードディスクが、直接入ってるというか、まあ当然こういう静電防止袋には入ってますけど、まあこういう感じですね。はい。まあこんな感じかな。静電防止袋に入ってますね。まあこういう感じですね。ハードディスクが入ってます。はい。これがまあ2つということですね。で、まあハードディスクね、ちょっと私まあたくさん持ってるんですけど、まあ買うのはちょっと久しぶりになりますね。で、今持ってるハードディスクで、まあ、常に使ってるやつですけど、まあ、容量が一番大きいやつで3テラかな。今、まあ、今回もこれ3テラなんですけど、まあ、他にもね、まあ、1テラとか2テラとか、そのあたりのハードディスクがたくさんありますけど、まあ、やっぱりね、ちょっとそのデータをこう保管して、置いておくと、まあ、徐々に埋まってくるというのがあって、まあ、今回これを買ったと。いうことですね。で、まあ、データをね、保管しておいとくって言っても、まあ、その、いらないハードディスク、まあ、データもね、あるので、まあ、そういうものを消していけば、まあ、容量の空きは作り出せるんでしょうけど、
まあ、そのデータを使うか使わないかと、まあ、その考えてね、取捨選択して消していくっていうのもちょっと面倒なんで、まあ、とりあえず、まあ、明らかにいらないものはまあ消しますけど、まあ、そうでないものは、まあ、とりあえず置いとくと。まあ、結局ね、そういうデータっていうのは死ぬまで使うことがないんでしょうけど、置いてたとしてもね。まあ、だから消してもいいんでしょうけど、まあ、まあ、それであればもう、面倒なんでね、考えるのが。まあ、新しいハードディスクを買って、まあ、そこにどん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 入れていった方が、まあ、気が楽のでなのではないかなという気はしますね。はい。で、まあ、2台買ったんですけど、まあ、これ2台ありますけど、まあ、2台買ったんですけど、まあ、単純にね、そのディスクの容量が足りないんであれば、まあ、別に1台でもいいんですけど、まあ、今回ね、まあ、今もそうなんですけど、ミラーリングをね、ちょっと組んでいこうというので、だからレイド1ですかね。まあ、このディスク片方、まあ、こっちにあるデータ書き込んだら、まあ、こっちにも同時に書き込まれると、まあ、ミラーですから、まあ、鏡ですけど、まあ、そういうようなものをやって、まあ、データを保護するというのを考えてますね。まあ、というのもですね、やっぱりね、そのパソコン使って長くね、経ってると、ハードディスクが壊れてね、データを失ってるという経験が、やっぱり何回かあるんですね。で、そういう時に、まあね、ハードディスク一つつけてて、まあそこにデータを入れてて、まあそのハードディスクが壊れてしまったら、もう終わりと、ね。まあその、全く回転しないとかいうのもありますし、まあ、あと、カコンカコンといってね、異音が出てるというのもありましたから、まあ、そういうね、壊れる可能性というのはやっぱり高いと思うんですよ。まあ、それは、ハードディスクの保証がね、何年かあるとしても、まあ、保証といっても結局ね、新しい交換品が送られてくるだけであって、まあ、データは元に戻りませんから、ね、まあ、非常に怖いと。いうので、まあ、同じディスクを2つ買ってですね、今それでミラーリングを組んで使おうということで、まあ、今回2台購入ということにしてます。まあ、ミラーリングはね、今もちょっと組んでるんですけど、まあ、そっちの容量がなくなったんでね、さらに新たに追加していこうということですね。で、まあ、これまあ3テラですけど、まあ9月の半ばです、今は。これ撮ってんのがね。だいたいね、7000円。まあ1台あたりですよ。7500円前後で、この、シーゲートのバラクーダー買えますね。3テラというので。まあ容量別単価にすると、まあ一番安い部類になるかなと思います。で、まあ、似たような価格帯でね、まあ、東芝とか、まあ、あとウエスタンデジタルかな、まあ、ウエスタンデジタルも同じ3テラが出てますけど、まあ、ウエスタンデジタルの方はね、まあ、これと比べるとちょっと高いですね。まあ、これが7500円前後に対して、ウエスタンデジタルの3テラは、まあ、8000円か8500円なんで、まあ500円から1000円ぐらいちょっと上なんですけど、まあどれかね、ハードディスクを1台だけ買うと、まあ今回2台買いましたけど、1台だけしか買ってはいけませんということを言われたとすると、まあそういう条件があったとすると、私はね、ウエスタンデジタルの方をちょっと選ぶと思います。まあ、大昔のね、ウエスタンデジタル、まあ、8ギガとかね、まあ、4ギガとか 4.3 ギガとかありましたけど、まあ、あの頃のウエスタンデジタルはひどかったですけど、まあ、今のね、ウエスタンデジタルは、まあ、比較的いいと思うんですよ。まあ、2テラのウエスタンデジタルのディスクもありますけど、まあ、5年以上経過してるやつですけど、まあ、今も問題なく使えてますしね。それに対してね、まあ、同じぐらいの時期で買った、このシーゲートはね、まあ、1テラとかですけど、結構な頻度で壊れたんですよね。だからちょっとウエスタ、シーゲートにはあんまりいい印象は、まあ、昔は良かったですけど、最近近年のシーゲートに対してあんまりいい印象がないので、
まあ、できれば避けたかったんですけど、まあ、ただやっぱり値段がちょっと安いのと、まあ、あと2台組むのでね、まあ、2台同時に壊れることはないかなというちょっと期待を込めて、まあ、これにしてます。まあ、本当にそのね、データの保護を重要視する人は、まあ、ちょっとあのシーゲイトは危ないというか避けるべきかもしれませんし、まあ、もうちょっとねこのサーバー用の、まあ、ウエスタンデジタルにしても、まあ、あのサーバー用のね、とかNAS用とかそういうあのもうちょっと耐久性が高いというかね信頼性が高いようなあのディスクもあるんで、まあ、本当にねそっちのディスクを使うと壊れにくいのかっていうのもちょっと怪しいかなと思うんですけど、まあ、そういうちょっと高めのやつにしといた方がいいのかなとは、まあ、思いますけどね。はい、まあ2台買うんでね、まあ両方壊れないから、まあ、どっちか生き残るかなという感じで、まあこれにしました。だからまあこれ7000円ちょっと7500円ぐらいなんで、まあ送料無料ですから2台買って1万5000円ぐらいですね。にまあパソコン全般的にそうですけど、こうなんかなんていうかこう性能向上というかね、そういうこう増加が非常に鈍化してて伸びがないですね最近は。まあ、CPU もね新しい世代が出ても性能的にねあのもう 5% ぐらいしか変わりませんし、まあ、ハードディスクの容量にしても思ったほど増えてないですね。まあこれで3テラですから、まあ、容量別単価でいうとまあ3テラあたりが最安で今次に4テラあたりが来てるみたいですけど、まあ、容量別単価で言うと1テラあたりだいたい2500円ぐらいですかね今で言うと。その伸びもちょっと、まあ、容量の伸びもそうですけど、まあ、あの最大容量のハードディスクっていうとどうなんですかね、今12テラぐらいのがあるみたいですけど、まあ、ただそれもねこれのディスクからすると4台分ですから、まあ、驚くほどではないですよね。過去のねこうハードディスクのなんか容量の伸び的に言うとね、もう今頃そのね非常になんか100テラとか200テラとか出ててね、もうそれが5000円とかでも別に驚かないと思うんですけど、もうそういうのに全く至ってないというので、まあパソコンのパーツにしてもそうですし、まあスマートフォンにしてもね、その iPhone 新しいのが発表されましたけど、じゃあ前の機種と比べてね、その能力が圧倒的に違ってて、もう前のが使うのが嫌になるかというと、まあ別にそういうわけでもないと思うんで、まあそのあたりね、もうなんか技術の頭打ちというか、もうすでに成熟されてしまっているという言い方ができるのかもしれないですけど、まあこれ以上上に行かなくてもいいという言い方ができるのかもしれないですけど、ちょっと伸びがね、全然ないですね。うん、新しい CPU が出てももう買う気もしませんし、ね、そんな数パーセントの伸びだけで、ね、新しい出費をするのはもう全くの無駄ですから、まあ古いので十分という感じですね。はい、まあ、ということでね、ちょっとこれからまあ取り付けて使っていきたいと思いますけど、まあ、今回この買ったのがね、シーゲイトのハードディスクですね、バラクーダ、これですね、シーゲイトハードディスクバラクーダの3テラバイトですね、3テラバイトを、2台買ったよというお話でした。